今回はお兄ちゃんはおしまい最終話の感想をまとめてみました。このチャンネルではトレンドのアニメに関する感想や考察など皆さんの反応をまとめています。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。やだやだ、最終回やだ。お兄ちゃんはおしまい、はおしまい、温泉会だ。最終回が温泉会は意外と斬新だな。お、でっか。みよちゃんでっか。JC1 のスタイルか、これが。湯気来いよ、何やってんの。円盤だと湯気取れるやつ。原作より困難な状況になってる。生えちゃった。生えちゃった。史上最大のピンチ。完全に元の姿に戻るならともかくこのまひろちゃんに生えたってみんな受け入れてくれる気がする。原作は朝日とみよちゃんいないんだっけ。しかし随分長いこと持ったな、薬の効果。原作だと3ヶ月くらいで抜けてるんだよな。 TS 女子が能動的に女の子を続けようとする展開いいよね。自分からおしまいしちゃったね、お兄ちゃん。やべえぞ。もみじ、お前やるんだな。もみじろう、今ここで。危なかったな。寝ぼけてるにしてもすごい行動力。恋人つなぎ、やはり見張りがヒロインか。美浜妃やっぱいいよね。誰？ナユタン。ナユタン、ナユタンだ。ナユタン堂々とエンドカードで出とる。ミキで声ついたナユタンは見てえよ。それにしても1クール全部パーフェクトな出来でアニメ化されるとはありがたい。やだ、終わるのやだ。ミキ始まるまで変に再放送してほしい。またね、とかじゃなくておしまい。なのが地味にメンタルダメージ入ってる。鬼舞がおしまいって嘘だろ。これから何を生きがいにすればいいって言うんだよ。自らの意思でアイデンティティを選択する理想の最終回だった。本当にいいアニメだった。もう一度最初から見直したくなるラストが抜群にいい。アニメは終わっちゃったけど、真宙の女の子生活はこれからだ。ミキはなるべく早めにお願いします。湯気は円盤ではどれぐらい消えるんだろうな。しかしミヨちゃんはえかった。無色転生の制作会社ってことで見始めたけど、思った以上に絵がよく動いてキャラ可愛いし話も面白かったわ。エンディングへの持っていき方めちゃうまかったな。皆さんはお兄ちゃんはおしまい最終話を視聴してどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。